さあ、選手の準備が整うので、早速行きましょう。女子ベスト8、4試合目スタート。 まずラインで取り出すのはビブナンバー7番、長野県オブジェスラックライン部所属14歳、田中咲。しかもこちらはオブジェスラックライン部同士の争いとなります。続いてラインで取り出すのはビブナンバー6番、グループ新潟県12歳、オブジェスラックライン部所属田口千夏。 逆このワイピーと両方回しました。そしてフリーボール、まずはといったところを両者ともに早々にラインを緩みます。さあライン上、田中咲選手、新たにリボンライダーに加わったばかり。 フロントアップ、2人と続きます。バットフリップ、ライン上、田口千夏。さあ、 ティーバグのランに入ってくれたフレット、ここでラインを譲りました。ラインに繰り出による田中咲、オンライン、ワイティから逆方向のワイティ、そして逆方向さらにワイティチェスト360回します。 もじょう、ブレンダー、パルジシナソンドライブ、ブレンダーができます。 ブレンダーに対抗し、ブレンダーを合わせて持ってきました。さあ、時間のハーフを使い切りました。残り1分、フリーボール、そのままワールドコンボでブレンダーを挟みましたが、捉えていることはできませんでした。バットフロント、バットフリップ、 アグシッチナッツオンドライ、残り時間45秒でしたところでラインを切りました。残り時間43秒、田中咲オンドライ。 セブンフェンティーに取り出してきます。2回転、そしてフロント、さあ、回してきましたが、ラインからはわずかにずれてしまいます。ナイストライ、田中咲。対するは田口千夏、残り時間を45秒としています。 360。
代表には田中咲、残り時間まもなく20秒となります。フリーホールグランダー、今度はフランクコンクを進入を取り抜いていきます。さらにグランダー、残り時間6秒としたところでラインに移りました。打てがくカーブとしなす、ここで深く引き離す、フォアを持ってきます。またフロントウィッチバックとお尻からのお尻側の力のフロントウィッチ、さあどうしよう、残り時間わずか、まずは残り時間6秒、田中咲希、おそらくラストライド、フリーホール、フランダー、さらに決めてきます、さらに決めてきます、さらに決めてきます、ここを乗り込むことができません、プレゼンしてお伝えしてきました、はい、それは残り4秒、いかにこれを人工的に使うのか、田口千夏。さあここでブザーが鳴りますが、ここから15秒間はジャッジの範疇です。この15秒いかに生かすでしょうか。スカイダイブを鳴りからされましたローションに大きな拍手をお願いいたします。両選手の方向、手と中央の方へお座りください。